はい、高城、丸山灯台の北側に面する磯になります。こちら高城、今私いるのはこの北西の側する裏側にいてます。で、今歩いて前まで行きましたけど、かなり強風なので、かなり棚取りはほとんどできませんでした。で、そういう時に、北山はこちらからこう吹き付けてくるので、こっち向き遠投は厳しいです。遠投しても風に吹かれて糸がこうするこう描いて吹けることによって浮きがどんどん手前へ寄れられるんで、この浅い場所で根掛かりするのが多いです。ですので一応もこの高城の、この北側は北西と喧嘩するような状態で、ちょうど前にこの張り出しの磯があるんですけども、そこの間ちょうど一番深くなっとるだろうなっていうところで、棚を取ると約3キロ取れました。で、この沖向き約竿2本ぐらいですね、竿2本まではほんと1キロぐらいの、張り出しが続いています。で、こちらの岩、ここに霜りがあるんですけども、こちらがまあずっと続いていて、この高潮の先端が海の中に入っている状態でこう大きく張り出しの根が入っています。で、この張り出しより向こうに入れると手前はだいたい2キロ半で、だんだん下がっていって、真ん中の方に行くと竿1本ぐらいは取れますね。約4キロから5キロは、水深棚が取れます。ですので、まあ、北西吹いた時は、まあ、どうしてもこちらの丸山灯台をかわしてこっち馬の背方面に結構来られる方が多いので、埋まってる場合なんかは、まあ、ここが結構当て潮になりますんで釣りにくいですけれども、結構大ぐれ場です。そして、こちら高城のずっと沖側ですね、ちょうど、高城が、あの磯になるんですけども、そこからずっと歩いて沖側、白浜方面ですね、白浜方面の先端に、行くとこちら、沖に海老島という渡船で渡る低い磯があります。で、こちらの、ここはちょっと高城から歩いていって、ここはちょっと渡る時に潮が引いていないのが分かるんですけども、道長直用で渡れます。ここ渡っていただいて、で溝を、こう、またいでもらって、またいで通れるぐらいの溝なんで、でそのまま前に来てもらいます。で、こちらの磯、ちょうど海老島の、海の中に入っている下りとの切れ目、ここがちょうど水道になってますんで、北西が吹くとここをずっと風が吹き抜けて潮が沖向いて出ていきます。ですので、こちらから、ちょっと手前の方は浅かったです。でもこの溝のところから、この沖向き、ちょうど下りまでのところは溝になってましたんで、ちょうど ここですね、ちょうどここの下りがこういう風に、入っています。で、ここの溝からずっとだんだん深くなっていって、ここで約3キロから3キロ半ぐらいは取れると思います。そうすると取ると今度底になってしまいますんで、グレーなんかここの、北西吹いた時にここに波が当たってさらしが形成されてき、ますんで、こちらに、餌が溜まりやすいと思います。なので、ここはまあちょっと浅い棚からだんだん探っていって活性のある魚を釣ってください。結構穴場です。海老島はもともと魚が多いので、結構ダイビングポイント、ここの中にダイバーよう泳ぐんですけども、ここらで結構、大きいシダイとか大きいグレが見えるということなんで、結構穴場ポイントになってます。